土浦古書倶楽部は茨城県土浦市大和町にある古書店。土浦市内で古書店、レンガ道書店を経営してきた佐々木義弘が同業者に呼びかけ、22件が共同出店する形で運営しており、店舗面積は関東地方最大級である。日本の古書店は、老舗やチェーン店の一部を除き、一般的に小規模で猫の額ほどの面積である。 これに対して土浦古書クラブは店舗面積250坪の広大な古書店である。元はパチンコ店であった1階フロアを利用しており、床にはパチンコ店時代に椅子があったところに丸く跡が残っている。レンガ道書店を中心に福島県から神奈川県にかけての22県の古書店が共同出店しており、それぞれが島と呼ばれる4メートル1.6メートルの大きさの 書棚群に時点の商品を並べて販売する。一つ一つの島が一軒の古書店に割り当てられており、代表を務めるレンガ道書店は複数の島を持っている。店舗全体の古書数は約30万冊に上る。複数の店舗が出店しているため、取り扱うジャンルは音楽系、民族学系、サブカルチャー系、文芸書系など幅広い。また、古地図、 行き先表、切符などの鉄道関連グッズ、レコードや CD、カードゲーム、こけしなど古書と関連した品物も扱われている。古書の年代も江戸時代のものから、戦前の図書、比較的新しい図書まで様々である。代表のレンガ道書店は、鉄道、自動書、郷土史、古文書を得意とし、珍しいものとしては、 明治初期に描かれた、ト戸天狗島絵巻中港戦争の絵図を所有している。客は各島を自由に見て回ることができ、好みの本を選んで、会計は一箇所でまとめて行う。休日には、東京からの来客もあるなど混雑するが、平日は比較的ゆとりがあり、店内に設置された机と椅子を使ってゆったりと腰掛けて読書をすることができる。 多様な層の来店を狙って開業したが、来客層は土浦古書クラブのみを目的として、遠方から訪れる60から70代のマニアが多い。また収集家や研究者、大学図書館が基調書の収集に訪れる。平常営業員以外に、目録発行を伴う古本祭りを断続的に開催している。東京でサラリーマン生活を行っていた佐々木義弘は、 1984年に脱サラして、妻の故郷である土浦市に二坪の古書店、レンガ道書店を開業した。当時の土浦駅前は、多くの学校が集まる、学生街を形成していたため、学生の好みそうな漫画本や文庫本を扱う、店として営業を始めた。学生数が多く経営は軌道に乗り、数年で2階建ての店舗に拡張、面積は10坪になった。 その後、土浦駅前に商業施設、うららが完成すると、約30坪の2号店をうららに出店した。2011年の東日本大震災で本店が被災したため、経営の中心軸を2号店に移した。しかし、各店舗であった伊東洋葛堂の撤退に伴い、2012年にうららからの退店を余儀なくされた。これを機に10年来構想を温めてきた。 大型古書店を開業しようと思い立った。これは少子化に伴う顧客数の減少や中心市街地の衰退、インターネットの台頭による古書相場の根崩れといった古書店業界をめぐる経営環境の変化に対して昔と同じやり方でやっててもやっていけないと判断した。店舗を広くすることで入りにくいという規制概念を払い、雑本と呼ばれる多様なジャンルの本を扱うことで、 古書店の初心者をはじめとした、いろいろな人に来店してもらうことを意図したのである。佐々木は知人である同業者30件に出店を、脱身22件が出店を受諾し、空き店舗となっていたパチンコ店を改装して2013年3月31日に土浦古書クラブを開業した。開業当日は事前にマスメディアで紹介されていたこともあり、多くの古書ファンが来店し、 見知らぬ人から激励の電話もあったという。2015年3月18日、店内で街づくりなどを自由に語り合う街角騒会が開かれた。この中で店舗の現状について、当初いた若者や家族連れといった客層が耐えたため、売り上げが減少し、東京都内の古本市への出店やインターネット通販の併用で経営を維持していることが代表の佐々木から語られた。 2017年12月、テレビ朝日の気候番組、じゅん散歩のロケで、高田純次が土浦古書クラブに立ち寄った。高田は、店内で自治を発見し、サインを寄せた。JR 常磐線土浦駅西口から徒歩2分のところにある。元は、パチンコ店であり、店舗のあるパティオビルの外観は、パチンコ店そのものであるが、中に入っていくと、 土浦古書クラブの入り口が見えてくる。ありがとうございます。